That lavish Hindu temple that Mr. Modi is about to open is built on the site on that destroyed mosque. そのね、あのラビシ、きらびやかなヒンドゥー寺院は、モディが今開こうとしている寺院は、破壊されたそのモスクの場所に建てられている。なるほど。For many Hindu, many Hindus, this represents the lightning of ancient Rome. この意味は？多くのヒンズー教徒のために This represents the lightning of ancient Rome。 なんだこれ。このrepresents この代表 The lightning of なんだこれ。ancient Rome。過去からの間違いの正当化を表明すること。うん、その通り。あ、合ってました。うん、どういう意味。なんかその過去の間違いって何。さっきのあれですよね、イスラム教徒への迫害とかですよね。うん、そう、迫害というか、あの、なんか打ち負かすようなアクションを正当化することは、うん、あ、だからそういったとか、あの、そのモスク潰してヒンズー教徒の寺社建てるってことが、その過去から間違い、あの、その、なんだ、ヒンズー教徒の迫害を正当化することの一つの手段だみたいな、現れだみたいなことですかね。うん、このエンシェントロームっていうのは、あの、迫害じゃなくて、あの、イスラム教徒の間違った行いって意味だね、きっと。あ、そうなんですか。うん、それをライトニングっていうのは、あの、新しい寺院を作ることによって正当化すると、そういう意味だね。イスラム教徒が間違ってるってことなんですか。あ、そうエンシェントロームっていうのは間違った宗教って、そういう意味だと思うよ。あ、そういうことなんですか。うん、じゃあ、ロケーションイズオールソーザマイシカル、バースプレイスオブザヒンドゥーゴッドラム。この場所はまたヒンドゥーの神ラムのマイシカル、神秘的な生誕地でもある。プリビアス BJP リーダーズ、サッチャーズ、アタル、ビハリ、バジパイ。Downplayed the party's Hindu first ideology, known as Hindutva, to win mainstream support. この意味は？Previous BJP. Previous.以前のプリビアス。ああ、プリビアスか。以前の BJP のリーダー、アタルなんとかさんのように、downplayed the party, downplayed Hindu first ideology。過小評価する、downplay。あ、過小評価する。うん。Hindu 第一主義を、あの、正当ヒンドゥー第一主義を過小評価した前の、リーダー、リーダーはリーダーノーラーズヒンドゥー・トゥバって知られている前のリーダーはトゥーウィンメインストリームサポート、メインストリームサポートを勝ち得た。メインストリームサポートってなんだ。これ主流の長、主流のメインストリームは主流。主流のサポート、援助。主流、要するに主流派閥の支援を得るために。そうですか、うんうん。主流派閥のサポートを得るために勝った。トゥーウィン。勝った。選挙に勝ったってことですか。うん、得るために。ウィンは得るために。ああ、得るためにか。なるほど。
ヒンドゥツバっていうのはね、ここで言うヒンドゥーファーストイデオロジー。わかなる？るほど。天竜ファーストビデオ。でもこれ、過小評価したって書いてあるんですよね。ヒンズー教やのに、過小評価したってことですか？だからここで言ってるのは、前の BJP の指導者たちは、あ、指導者か。リーダーたズちか。は過小評価していたね。ところが、After 10 years in power, Modi, who was implicated in deadly anti-Muslim riots in 2002, when he ran Gujarat state, he was later absolved by the court, no longer seems so restrained. ここはわかるか？その前を受け10年、て。でもその、前はダウンプレイで過小評価してたわけだよね。で、After 10 years in power, Modi, who was implicated in deadly anti-Muslim riot in 2002, when he ran Gujarat state, he was later absolved by the court, no longer seemed so restrained. あーと、過小評価してたんだけど、10年後、権力につもう、いて、権力について10インパ年ワー、権後、力について、そういうことですか。権力について10年後、モディはどういう人かというと、who was implicated in deadly anti-Muslim2002年に起きた、イスラム教徒の排斥の暴動、反イスラムの暴動、デトリ、死者を出した暴動、それをインプリケイトってなんかすり込んだとか、なんかここ戦に功書い者てあとるけど、関与を示した。関与を示すか。すいません。関与を示す。モディが関与してたんだ。なるほど。で、それで、モディ。で、2002年のウェンガ、ヒーラン、グジャラータステート、グジャラータ州のレイター・アブソルト・コート。He was later absolved、無罪を言い渡す。なるほど、後に無罪を言い渡す、無罪判決が出たってことですね。グジャラータ州で、no longer seems so restrained, restrained, 別レインでね、自制する。自制する。もはや、no longer seems, なるほど。もはや自制していないように見える。どういうこと？なんだっけ。反、なんだ。多少評価してた。モディが権力についてから、なんだ、ヒンドゥー教、イスラムを排斥してヒンドゥー教を中心に持ってこようとしているってことなんで、なんだ、な、フワーズ、行き前まのバす。ジパイの時と違ってね、バジパイの時はやっぱり BJP は主流派じゃなかったから、主流派の支援を得るために遠慮してたわけだよね。ところがモディが権力を取って10年経ったら、そうじゃなくなった。要するに2002年に反ムスリム暴動を
重大な反ムスリム暴動をに関与して、後に彼は裁判所によって無罪を言わされたけれども、でノーロンガーシームソーリスレン、ここはどういう意味？もはや、自制してないってことやから、反イスラムのスタンスを自制してない、あからさまにしてるってことですか？そういうこと、そういうこと、そういうこと。なるほど。だから彼は、だから10年前、モディがね、首相になる前は、バジパイなどのかつてのリーダーは BJP がまだ主流じゃなかったので、ダウンプレイ、遠慮して対応してたけど、ヒンドゥーツバに対するね。でもそれは、今やモディはそうしたことはしていない、いうことを言ってるわけだな。いいか？